オークニスの探索からやっていきましょう。うん、メディーばあちゃんから、そうそう、これね、薬師のグラッドに渡すような頼まれた、これ、メディの袋を、グラッド、だからグラッド探しに行こう。うん。で、ここはなんだ、こいつ。こいつなんだ、こいつ。こんなところに寝ているとかというと、大体あんたなんでそんな薄着なんだよ。いや、そいつは、それがデフォだから、仕方ないだろ。こいつグラッドじゃない。街の、中庭でいいの。おお、マジか。ちょっと宿取っとくか。100ゴール。意外と通るね。あ、また。最近よく出るね、この子ね。ちょっとデジャバルなよ、あんまり。夢の中からこんにちは、星見えてても夢の中で話をする何回目かしら。ジェシカさんが戻ってきてまた一緒に旅ができて嬉しいわ。ドルマゲスにかけられたお父様と私の呪いはまだ解けないままだけど、もうこのままずっと解けないんじゃないかなって。トロデン城の人たちも茨の中で埋もれたままでとてもかわいそう。でも不思議、あの時エテだけがその呪いの力を解けなかったのよ。きっとエテには何か特別なものがあるのかもしれないわね。ねえ、エテ、たまにはあの泉にも連れて行ってくださいね。嫌です。はい。遠いです。はい。ルーラーできたっけ？ルーラーできたら別にいいんだけど。はい。よし、じゃあ、探索。下降りてみ、いや、降りる前にちょっと一周してみるか。道具屋。まあ、道具屋は相変わらずだよね、別に。酒場。何年か前にこの町にやってきた薬師のグラッドって男、ありゃかなりの腕前だね。以前二日酔いに苦しんでた時、あいつの作った薬湯を飲んだら、立ちどころに治っちまったんだ。安心しろ。安心して潰れるまで飲めるよって言ったらさすがにあいつ怒ってたけどね。いや、いいことじゃないか。うん、何ハッピーなジョークだよ、それ。うん、強さ今日の、ああ、言うよね、けど、寒いところの国の人は、酒を飲んで温まるみたいな。ロシアとかね。うん、くそ。けど、やっぱ風邪とかひいたときは、ちょっと酒飲んだ方がいいのかな。伝説、レティスにまつわる伝説がこの地方に残っている話を聞きつけやってきたのですが、誰に聞いてもレティスのレの字も出てきやしない。私は何のためにこんな雪国まで足を運んだのか。もう飲まなきゃやってられませんよ。知りませんよ、そんなの。武器屋。うわぁ、欲しい。ドラゴンシールドとか。うわ。ちょ、ドラゴンミールやばいだろ。てか、エテの守備力低くねえなんか。55ってやばくない？なんで？こんな低かったっけ？なんで？まあ、そりゃそうか。あ、夜になる、あ、へえ。ほえー。教会。ああ、シスター、お祈りする姿も美しい、美しすぎる。神はあなたにお仕えする方に恋してしまった私はどうすればよいのですか。ならば、こぐるがよい。ダメでもともと当たって砕けろ。神は行動する者に祝福を与えよう。茶化すなよ、ククール。もしかし、神様、わかりました。必ずおっしゃる通りに実行します。輝きの素材。光のドレスはその名の通りまばゆい、ばかりの聖なる光に包まれている。
故にこのドレスを錬金釜で作るなら、その素材にはとにかく光り物を集めなくてはならないだろう。スパンコールドレスを宝石や腕輪で飾りつければどうにか同じぐらいに眩しく輝くだろうか。ほう、光のドレス。まあ無理だろうね、これは。なんだおっさん。うん、商人。はあ、迷ってねえよ、言っては。で、これがあの、この人に恋しちゃったんだ。よく私のことをすごい目つきで睨んでるんです。神様、私は何か彼に恨まれるようなことをしてしまったでしょうか。あ、これで一周してきたね。じゃあとりあえず向こうの下行ってみようか。ここ。ふみゅん。なんだふみゅん。ふみゅんってなんだ。こっち何もないし。ってことは、向こうの扉。で、中庭に行ったら犬の情報があるって言ったら、犬っぽいのがいたって言うから、そっち行こう。ここ。お。お。ん？住民への連絡、風が流行っています。こじらす前に薬師グラッドって。何作ってんの？可愛くできたでしょ？えっへん。かわいい。サムネイルにしようかな。キツネ。あ、犬か。これ中央。だよね。これ、おー、滑る、滑る、滑る。おー、すげえ、すげえ。おー、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 滑る。あー、楽しい。楽しい。楽しい。うわー、滑る、滑る。すげえ、すげえ、滑る。見て、見て、見て、見て。うわー、うわー、あー、あー、来た。あ、来た。もういい。どっから登るんだ。こっちか。ここだね。近頃、狼の群れが出没しています。できるだけ外出しないようにしましょう。うん。総理。ここにいるよね、多分。あいつかな、あいつっぽいな。このところ、グラッドさんの姿を見ていないよね。病気でもして、伏せてるのかしら。もしそうだとしたら、それこそ薬師の、不養生ってものよね。不養生か。不養生。あ、違う、これなんだ。村長、町長か。グラッドという男を知らないから。確かに薬師グラッドなら我が貸した。私が貸した、部屋に住んでいるが。我が家の地下室から出て、地下通路を右へと曲がっていった突き当たりにあるのが彼の部屋だ。どういう知り合いかは知らんが、知人が訪ねてきたのなら彼も喜ぶだろう。訪ねてみるといい。右へ、地下だね。先上行こう。何もない。右へ。恐ろしいわね。右へ。まあ、一個ずつ潰していこう。君か。知ってますよ。リブルアーチに立ち寄った時に、ハワードという術師の方がそんな犬を飼っているのを見ましたね。その犬が逃げたんですか。で、それを探していると。それはそれはご苦労様です。役者たちが。多くにその歩き方、簡単に歩き方を説明できる場所は他にない。
街に入ったら右左好きな方に進み、そのまましばらく歩けばいつの間にか街を一周しているはずだ。ただし途中不用意に階段を降りたりはしないこと。この街の地下部分はよそ者が踏み込むと迷うことは確実、素人が入るべきではないのだ。うん、まあ別に迷わなかったけどさ、ここ右言ってたけど、ちょっと左行ってみるか。ああ、ここに出るのか。なるほどね。ナルフォイだわ。ナルフォイ。ナルフォイ。ナルフォイ流行んないかな。わあ、うまい。何盗もうとしてんの、お前。あの人には、かなうめえな。国境のトンネル近くの山小屋に一人で住んでるメディバーさんのことさ。山に登った時立ち寄ったんだが、あの人の薬湯を飲んだら疲れた体がみるみるうちに回復したモンスター。ああ、君も、ばあさんに、助けてもらった、筋の人か。ここ多分また右なんだろうけど、こっち覗いてみよう。どこここ?うちの店に薬草、うん。あ、わかった。これあれだ。武器屋の裏だ。武器屋っていうか、道具屋とかの、ほら、やっぱり。なるほど、なるほど。こっちだよね。やべえ、迷うな、これ。うん。こっちがあれで、こっちは、武器屋か、じゃあ。武器屋の下か。これは迷うわ。俺っちのお店は夜からだぜ。ああ、武器は夜しか売らないって言ってたもんね。うん、だから昼の間は、防具屋さん。で、夜になると武器屋になるね。交代するんだね。じゃあ会いに行こう、ブラッド。いないって言ってなかったけど。あ、いないね。薬草栽培の起きて。楽なことではないが、中でも特別な効果を持つ、珍種の薬草を育てることは、困難である。薬草は根付かせることが難しく、特に寒冷地など、悪条件の土地では栽培は、不可能と言ってもいいくらいだ。もしそのような土地で、珍種の薬草を育て、増やすことに成功したとすれば、それはもう奇跡というほかないだろう。うん、いないねけど、どこいんだろう。カビの研究。僕らのカビを栽培するには、2種類のカビに人を生き返らせるほどの回復力を与えなくてはならない。それだけの回復力を得るには、これはもう世界中の方を作るしかあるまい。うん。極上のカビは、カビ1、カビ2に世界中の歯。世界中の歯なんてもったいなくて使えねえよ。いないね。なんか、ヒント。扉ある？ないよな。知らん？あ。時々街の外に出かけているみたいだから、多分今はこの街にいないんじゃないか？道具屋の旦那なら、グラッドの行方を知っているかもしれない。うん、了解。道具屋はこっち。旦那。うん。薬草園に行ってる。北西の洞窟に自分の薬草園を作っていて、よく、行ってるみたいですよ。あんな離れたところまでこの寒い中通ってるなんてご苦労なことですよね。オッケー、これでフラグ立ったかな。うん。オッケーオッケー。ってことなんで、さっき地図で見てた、左上のとこね。あっちに向かいましょうか。
出口はこっちかな。迷うね、ここ。よし。じゃあ行こうか。ちょっと蝶々もう一回話そう。うん。不思議な男だな。まあ多分だけど、メディさんの息子とか、そういうオチでしょ。うん。これ楽しい。これすごい滑る。君はなんでまっすぐ歩けてるの？キャホーイ。パーツまでぐちょ取れたぜ。いやー、風船楽しい。パーツもぐちょ取れたぜ。ぐちょぐちょだぜよ。よっしゃー、来た。じゃあ、もう、ルーラーで出ようよ。オークリス。向かいましょう。だから、ぐるーっと回っていきましょうか。キラーマシン探しも、ついでにね。この何？その工程がさあるからなかなか見渡せないね。ほいき。高低差だね、高低差。手をすり合わせ。あ、そっか、ここの敵は多分マヒャド効かないのかな、耐性があるのかな、結構。打ってくれないもんね。まあ、マヒャドフライ言うてるぐらいやからね。そんな敵にマヒャド打つやつはいないか。いた。こっちから回ろう。発見。え、どこ行った？あ、隠れてんじゃないぞ。よーし、発見。殺人マシン。あ、痛い。行け。氷結切りかな？マヒャド切りか。これどうしようかな。動く石像真ん中にシキラマシンで挟んどくか。ダン吉引退か。結構ね、バイキルトお気に入りだったんだけどね。いや、こうなったらもう仕方ないな。レーザー。レーザー。 OK。 銀貨もちろんだよ。殺人マシーン、キラーマン。はい。誰を逃がす？オークスかな。オークス、バイバイ。入れ替えよう。一回、アポロンとキラーマ入れ替えるって、真ん中にアポロン。あ、いいね、気持ちいいね。うん。オッケー。じゃあ一応、端っこの方まで、見に行ってみよう。